そう、サニーちゃんがかっこいい担当みたいな感じ。女の子のファンが多くて、のメイチと主演イーは韓国のアイドルグループでもともと活動してて、宇宙少女っていうグループに入ってた子たちで、ヤミーちゃんはなんかあれだよね、なんかムーランみたいな感じ、なんか中国の色気美女みたいな感じのタイプの顔ですね。シャオチー、シャオチー可愛いよ、シャオチー。多分日本人はシャオチーがすごい好きだと思う。今回エアディスの元彼が生きてるかもってとこで終わって、次回作がすごいことになりそうでドキドキしてる。あ、そうなんだ。ええー、すごい話が長くてまだまだ続くのね。ダージュ・オブ・ケルベロスで主人公。全然わかんなくて。そうなんや、いろんな話があるんやね、気になっちゃう。すごいすごい、こんなにロケットガールズのこと知ってる人他に見たの初めてや。姉貴はリサが一番綺麗って言っててよ、ありがとう。 ほんまに姉ちゃんに会いたい、姉ちゃんに。ジェシーはセブンのバレットの仲間。うん、あの子だよね、ポニーテールしてる子だよね。違ったっけ？マリンちゃんはわかる。わかった。ウィムボーやってたけど、あんちゃんよりもシーハラよりもあーちゃんよりもあなたのお母って声が一番聞こえてましたが。 すぐ隣でやってたからだよ。そうそうそう。今日はわりかしおとなしい方だったで、うちら多分。カラが好きだったから、そこで韓国のアイドルは止まってしまってるから勉強します。韓国だったらブラックピンクね、カズくん。 推しを押し付ける小泉。でも中国はなんか、なんだろう、可愛らしい顔の子もいるし、美人系の子もいるし、ムーランみたいな子もいる。マジでここが中国の最大の特徴やと思う。ムーランみたいな子がいる。あと中国のアイドルも韓国と一緒でラップ担当とかがいる。いるね。喧嘩しようぜ。せえへんせえへん。またね、みんな寝ちゃう。おやすみ。10分でわかる？本当に？ちょっと URL 送ってもらっていいっすか？最後の方に。あら、そうか、でも最後らへんまで仕事してたんならすごいじゃん。初めてだったらね。私初めてやった時に占い師なんて全然いい立ち回りできなかったよ。酒ならあげるっす。 最高。秋田だったら何が有名なんだろう。日本酒？焼酎かな。そうちゃんいらっしゃい。最近部屋の壁に防音材貼り付けたから、いつでも女の子連れ込めるようになったよ。 何のために貼ってん？ 最初に釣り安定メンバーを占えばよかったと後悔してる。あー、なんかそういうのがね、あるからね。なんか毎回この人先に殺されちゃうみたいなの、なんかもう 見てて かわいそうだなって 思っちゃう。ドン勝ちしたんで寝ます。あれか、PUBG。みんな寝ちゃうのね、この時間になると。おやすみ。夜更かしせえへんでな。偉いな。また来ますね。ありがとう。あ、牛タン食べたい。おやすみ。あ、そうなんや。ああ、私はいいんやで、別に。気にしなくていいけど。でも、どこまで見たん？なんか、結構、かいつまんで見てるから、なんかあんまり正直分かってないんだよね、話の流れが。だからなんか基本設定とか教えてほしいかも。そのなんかどういう時代の、なんかどういう場所でどういう設定なのかっていうところとかは聞きたいかも。教えてほしい。ありがとう、気遣ってくれて。なんかあれなんですよ、エンディングとかは絶対 YouTube に上げちゃいけないっていう公式からの
お願いみたいなのが来てるらしいな。ここだけの話、俺もリサのルックスに惹かれたよ。本当に言ってんの？テレテレ。ポニーテールしてた、なんか何も出てこない何も出てこないけど、なんかクラウドのバイクの後ろに乗ってるところの映像は見た。韓国はトゥワイスが好き。トゥワイスね、かわいいよね。ミーハビのラップ担当誰にする？私かな聞き取れん、多分みんな聞き取れない。エヴァの新劇場版みたいな感じで、元々の FF7 とは少しずつ歴史が変わってきてる感じだから、次回作のストーリーが全く分からなくなってる。なるほど、すごい分かりやすい。確かにエヴァもね、9と新じゃ全然途中からなんかこう途中まで同じ感じで八島作戦とかでなってたのに、急にポーンって違う方行ったもんね。確かにそういうことね。いやいやいや、謝らなくていいよ。私が本当に興味本位で知りたかっただけだから。なんかそういうどういう話なのか根本を分かってなかったので、まずなんかソルジャーとは何ぞやみたいなとこから、それぐらいのレベルなんでね、全然ネタバレもネタバレになったら気にしなくていいよ。ブラピン好き。そう、もともとブラックピンクがすごい好きで、すごい好きでっていうかすごい好きになったんですよ去年。金ちゃん、金ちゃん、確かになんか歌うときにね、私も音が響くからさ、すごいあんま大きい声で家じゃ歌えないから、私も貼ろうかな、イボイボのやつ。心痛かったよなかなかあれだよね、人狼はさ、なんかやっぱ喋りが上手い人が全部持ってっちゃう感じがするから難しい。日本酒。そう、最近なんかコロナ期間になってから全然お酒飲んでなくて、なんか東京の自粛が解除されたら飲もうかなここまで来たらここまで来たらね。あ、クラフトビールの件は大石さんが配信で言ってたっていうのをちょうどねスカイプ物販してる時にかな、配信してて、でそれを見てたスカイプ物販してくれる方から聞いたから大丈夫だよ。クラフトビール作るらしいです。あゆむじゃん、久しぶり。シンナ倒しに行く話俺は本当のことしか言わないよ。そうか、なるほどな。パンと揉めて寝られんなったからママ好きってなって、ただいま帰ってきた。あと30分話そうな。ズミラップ聞きたいわ。ちょっとシズラップみたいに言うのやめてもらっていいですか、あれは黒歴史なんででも英語のなんかラップだったらねやってみたいよね。インドネシア語でもありありあり。あ、でもインドネシア語のラップエグルの曲でやってたけどね、ルイちゃんがね。まあラップという感じでもないけど、うん、FF7 のエンディングは家でマジでって叫んだくらい衝撃だから、ぜひ自分でプレイしてほしい。そこまで進める自信がないなんか遠隔で私の戦いのところだけ手伝ってくれる人募集とか無理戦うシーンになったら手伝ってほしい。ラップある曲作って歌ってもらうから、リサラップよろしくな。オッケー。わかんない、サメジちゃん、わからへん。 FF7 は過去にリメイクではないのやったことあるけど、ゴールド操作で遊びまくって飽きた記憶しかない。なんかみんなが知らない人が、みんなが上げてる YouTube の映像とかはよく見たりするんだけど、なんかクラウドがブランコとかで遊んでる動画を見たことある。滑り台とか滑ってよしとか言ってる
動画は見たことある。俺は生きてる。生きよう。ズミ日本酒飲めるよ。よく飲んでたよ前。なんか寝れないから、ああ気をつけてね。まあ今寒くはないと思うけど。人狼とかいつも喧嘩なるかやらなくなったわって。まあまあ真剣にね、人を疑うってことだからね。ええんやで、セニック。大丈夫大丈夫、みんな聞いてるから。あ、ありがとう、カズくん。コピーしとこう。ありがとう。しこたんみたいに白米を食べながらクラウドをめでるゲームです。でもなんかいいなって思ったのは、さっきもちょっと話に出てたけど、そのなんかただ普通にゲームをやっていくんじゃなくて、そのセフィロス様はどんなシャンプーを使ってるんだろうとか、なんかそういう目線で見ていくのも面白いのかなって思った。確かにティファの香水はとか、なんかそういうのでも面白いかもってね。酔いどれズーミンとのスカイプ楽しいよ。 次のスカイプはお酒飲もうかな。そしたらあり、誰でもできるぐらい簡単な操作方法。だってあの戦ってる感じとか見てるだけでもすごい難しそうだった。ちなみに言うと私マジでゲーム下手くそなんで。どれぐらいかって前も言ったけど、第五人格のチュートリアルがクリアできないレベルに下手くそです。あ、サボちゃんいらっしゃい。しゃしゃーい。リサのやろ、北地。リサのやろ。多分プレゼントはもうなんか何でもプレゼント券つければ買ったものだったら全然大丈夫だと思うよ。例えばなんか歩夢が家で作って、なんかね、酒蔵作って製造しましたみたいなのだったらどうなのか分かんないけどさ。手作りの酒ですは分からんけど、あかんと思うけど、買う分には全然大丈夫だと思うんで。英語メインに韓国語も混ぜてマジおすすめっす。あ、そうなん？ちょっとスクショ撮っとこう、忘れないように。ありがとう、聞いてみる。なんか Spotify とかになりそうだよね。しんちゃんおはようございます。ズミンはゲームやってもただ進めるだけでは終わらないでしょ。そうなんだよ、しかも超ビビリだから操作できない気がする。サボちゃん、スカイプね、お酒ありだよね。さっき自粛解除されたら飲もうかなって3分前ぐらいに言ったのに。 別にお酒を我慢してるわけじゃないんだ、私は。お酒が飲みたいよ。でも飲むタイミングがないだけ。だからスカイプでだったらなんか飲んでもいいかなって感じがする。俺もリサはどんなシャンプー使ってるか想像しながら配信見てるから。 そのうちちゃんと N ドットの紫シャンプーが届いたらそれ使うからね。あ、来月のリサのスカイプ、そう、そうね。次のスカイプも、もう、これからも、次の日早いとかじゃなければ、酒飲みスカイプありだと思う。一回ね、今月試してみて、やってみようかしら。争いの先に何も生まれないと知ったので、あやこ好き。あ、そういうのなしだよ。小泉さんのスカイプ、撮ろう。スカイプ物販もまた発売されたら撮ろう。ね、チュートリアル一生クリアできなくて、本当に。あ、でも今、三国無双はね、あの、呂布が強いから、呂布さんに全部、いけーって、倒せーって 倒してもらってる。あ、マジで？サメジちゃん。私も Spotify 派なんですよ。わー、嬉しい。民族ハッピー組も曲が出せたらいいんだけどね。家で日本酒作ったら、そうそう、そもそも逮捕事件。小泉さ甲子園出場、何パワープロ？スカイプ物販の時におったんが映らへんかったらその話にはならなかったから、あ、後ろ通ったから思い出した。犯罪係数が高い人って言ってね。俺が作ったカクテルリサにあげたいけどダメなのか。なんかね、
そういうオフ会とかだったらいいかもしれんけどね。そう、家にまだこのこんぐらいのでっかいチャンミオが残ってるから、チャンミオ冷やして飲もうかな。なんかそう、怖いゲームをなんかビビりながら進めていくっていうのも面白いのかなって思って、配信で。だからなんか怖いゲームなんかないかなって思ったんだけど、なるべくストーリーがあって面白いやつがいいんだけどね。とりあえずスマホは何回か投げるよ。だな、なんかそういうテレビゲーム的なやつもやれたらいいんだけどさ、ショコタンみたいにああやってなんかここにやってる人の顔が見えて、ここに画面でそのなんか進んでる様子が見えてみたいなね、あれができたら一番いいなって。あ、トントンありがとう。ケンケンマスク待っててね。多分お酒大丈夫だと思う。外出じゃグルペペペ、外出自粛中は池袋までは行っていいことにしたんだ。行っていいことにしたの、かわいい。そう、美容院はね行きたいよね。どうしてもコマンドとかでもないし簡単。セニック、甘いよ。私は飛んだゲーム音痴だから本当に。さっきしょこたんがバイオハザード叫びながら配信してたしね。やっぱそういう感じでやるのが、バイオハザード怖い、あれ怖い。だって扉開けたら急にさ、片手だけ長いやつがベーンって出てくるもん、怖い。おやすみなさい。おやすみ。今日一緒に遊んでくれてありがとうね、デコちゃん。またね。22日準備しておきます。 OK。 争いの先にあるのは破滅だけだ。それ何？アトベ様？両親から否定されて生きていけない。似てんの。とりあえず誤字を直したら許してあげよう日本酒いけるやん。だね。あ、マキオちゃんお疲れ。ね、新三国無双ってやつ。リフはゲームキャラとして強くていいけど、三国志演技の時は好きじゃない。結局なんかあれだっけ、強いところに推し変する人だよね。珍しいことに仕事で東京いたわ。え、マジで今もうまだ東京にいんの？ Spotify は自分で自由に選べないからこそ、自分が普段聴かない名曲を見つけたりできていいよね。そう、途中からなんか知らない曲が急に流れ始めるのよ。でもそのままにしちゃう時が多いかな。なんかこう、なんだろう、まだ見つかってない